外国人が献金できてしまうっていう問題がありそうな気がするんですけど、そこはどうお考えでしょうか。国政政党はおそらくそういったサポーター制度的なものはみんな持ち合わせてると思うんです。でそこにおいて国籍で跳ねるということをやってるかっつったら、おそらくやられていないのがほとんどだと私は思ってます。国民党の方だと国籍、外国籍の方は党員は党員にはなれないっていうのは一応聞いたことあります。あ、でもパーティーの方には呼べるってことですね。パーティーのあそこまでやってると、はい、すいません、わからないです。5万円以下の収支に関しては載せなくていいので、そういった意味での外国人献金的な代わりにはなっている可能性があるということだと思います。お金がね、そういうふうに流れるっていうのは、道があるのはまずいんじゃないかっていうお話ですよね。そういうことですよね。なのでこれは私たちもそうですけれども、各党もそういうようなことを防ぐためにどうしたらいいかってことは考えていかなきゃいけないと思ってます。今のところ私たちがそういうような者たちに何かしらお金でコントロールされてるっていう実態はないんですけれども、そういうものを極力減らすためにはどうしたらいいかってことを考えなきゃいけないっていう問題意識は共有させていただきました。外国人参政権って部分ですけれども、国政においてはなかなかハードルが高いだろうと思います。一方で地方参政権っていうのは世界でも結構認められてるんですね。外国人に対していろんな要件があると思いますけれども、在日コリアンの人たち、そういう方々でもうしっかりとこの国に根を下ろされている方々に対しては、まず地方の参政権という部分、これは認められるべきじゃないかと思います。国籍を問わず国政地方選挙ともに参政権を付与している国っていう国だけを見ると、まあ選挙権だけ見るとニュージーランド、チリ、ウルグアイ、エクアドル、マラウイとかは国政選挙においても選挙権がもらえたり、地方レベルでも選挙権はもらえる。ただし選挙には立てないよっていう状態です。で地方参政権だけ認めてるような国とか、有名な国の名前で、まあ、多分ご自身で調べていただいたらよくわかると思います。地方の参政権という部分に関して特に見ていただければどういうことなのかっていうことがわかると思います。多分こういう話をすると炎上するんですね。やっぱりあいつはなんだ、半島の手先だみたいなこと言われたりとか、中国のスパイだみたいなこと言われるんですけど、現実先進国で見てみれば地方の参政権しっかりと根付いている人たちに対しては、地方の参政権は与えるというような国が結構多く見られるということだと思います。